家で麦茶とかだ、ね、麦茶かほうじ茶ぐらい。マジですか、お茶しか飲んでないという。あんまりカフェイン取らないんですよね。なんでなんですか。あのトイレ近くなるんで。あ、確かに全国でも斉藤さんを出せっていう声が広がってるんですけど、あのこの間のお茶の水のイベントの時、あの入り口付近にいたじゃないですか、僕が話しかけられました。なんて言われたんですか。2人ぐらいぐらいに斉藤さんですかって応援してますって言われましたあいつをもっと出せっつって、ちょっとでもあのふざけたことだったら芝居だるって言ってましたよ もう命狙われてる存在ですよ、斉藤さん。もう動画撮るのはキャンプ以来ですもんね。いやでも、もうギターちょっと練習、どうですか、さっき練習。練習は、だから、この間、コード練習と、あと、この間の X のフレーズの、ちょっと、BPM ちょっとずつ上げながらの練習をメインにやってたんですけど。我々の目標はもう、斉藤さんをギターヒーローにするっていう。あれなんですけど、そうですね、一向に企画進まないですね。体調もなる気あるんですか。もうなる気あるんですよ。なる気あるんですけど、体調がね、いまいち。体調悪いですか。悪いですね。どうやったら回復するか教えましょうか。はい、毎朝 100m をね、10本ぐらいダッシュするんですよ。 100m。 はい。アドリブ弾けるんですか、斉藤さん。で、弾けないです。まず基礎、俺から誘導されたらすぐ断念するじゃないですか。基礎、なんか人によってなんか目指すギタリストが違うじゃないですか。はい。例えば西尾さんだったら、もともと X のヒデに憧れて始められたから、そういうなんかもうヒデには絶対なれないですけどね、俺。はい。だからギタリスト像がね、みんな各々違いますけど。そうですね。斉藤さんは何なんですか。僕今だとワンズの柴咲宏さんが一番好きなので。なれるなれる。行き上がってるじゃないですか、もう。あの人めっちゃうまいっすよ。そりゃそうでしょ、もう。あの先月末に。小岩でセミナーをやったんですよ。へえ。それに行ったんですね。ああ、そうです。セミナー、ギターセミナーみたいな。なんか、だから機材紹介とか、ちょっとマニアックなコード進行とか、結構長丁場で。へえ。どれくらいやるんですか ?2 時間。2時間ちょっとやってましたね。へえ。俺なんか地方イベント4時間ぐらいやるんですよ。だから。なんで今俺の話無視したんですけど。いや。じゃあ、柴崎さんにもなったらいいじゃないですか。目指して。そうですね、目指したいんですけど。ルックスもほぼ売り二つじゃないですか。全然似てないです。叩かれます、叩かれます、絶対叩かれます。まあ自分で分かってんだったら叩かれないですよ。今俺が誘導しただけですから。斉藤さん、改造計画していきましょう。そうですね。ねえ、もうこれから一人の人間として羽ばたきたいわけじゃないですか。そうですね、人生変えていきましょうよ。はい。そのまあ何なんですか。あのこれまでの話というか、あ、斉藤列伝を聞いてもいいですか。いや別に大した尺にならないと思うんですけど。つまんねえ人生送ってますよ。
でもちょっと興味はあると思う。結構いろんなとこ行ったら、あの人面白いですねって言われるんですけど、斉藤さん自分自身のことを面白いと思ってないじゃないですか。面白いと思ってないです。でも意外と他の人からしたら、あのヤバい人面白いですねってなって。だからそのヤバい人って思われてる時点でもう面白くないんですよ、俺にとっては。いや、おもろいじゃないですか。彗星のごとく現れた。興味はありますよ、みんな。あの、なりたくはないけど、みたいな。なりたくはないよ。ならない方がいい。むしろ、ならんでから。なっちゃダメよ。俺みたいになるなよ、みたいな。そう。まあ、いろんな人生、人はありますからね。斎藤、男のライブみたいな。いいっすよ、それね。怖いな。でもね、斎藤さん、今チャンスですよ。チャンスです。人生のチャンスですよ。冗談抜きに、俺も今まで生きてきて人生のチャンスってこうあったんですけど、乗っかるか乗っからないかは自分次第なんですよ。まあそうですね。ね、はい、で、ほとんどの人は、何かの理由で乗っからないことがほとんどだと思うんですよ。そうですね。で、乗っかったやつは、もちろんそのやったことないことをやるっていうのはなんか違和感とか不快感はあるんですけど、はい、それをクリアした時にまた違う自分がそこにいるんだと思うんですよ。今その場面ですよ。そうですよね。なんか俺勧誘してるみたいになってるじゃないですか。もうそうなんですよ。いやでもほんまに、俺も思ってるんですよ。なんかに乗っかんないと、はい、そう、はい、変わんないね、やっぱ。変わんないですよ、だからマジ。みんな人生を良くしたいと思って誰かを探してるんだと思うんですよ。そうですね。でも誰かを探してもその人は実は最後まで引っ張ってくれないんですよ。一押しするだけなんですよ。ああ、はい、はいはい。最後の決断は自分自身、自分だけなんですよ。ほんでそこで選ばなかったら、選んでも選ばなくても俺どっちでもいいと思うんですよ、いつも。多分どっちも後悔するかもしれないけど、うん、だったらやって後悔する方がいい。ああそう、やるやつの方が多分ね、人生をこう違う方向には切り開いていけるんですよ。あ、なるほど。やりますか。ちょっと挑戦してみたい気持ちあるんですよね。マジで勧誘されてますよ今。まあそのなんかフルで何曲もするんじゃなくて、また1曲ぐらい。いや1曲じゃないですね、2、3曲。いや、やっぱ20曲やってもらったら。うわぁ。フルじゃないっすか。ふたげみたいなフルサイズみたいな。まあ何曲か、ね、どういう形であれ、ちょっとやってみましょうよ、じゃあ。そうですね。まあ期間はちょっと少し、はい。まあ長いスパン置いてもらっておいて。いやいやいや、どれくらい開けると思ってます、じゃあ。いや、ライブやりましょうってなって、準備期間どれくらい要する感じですか。今からですか。今からの準備。今から準備期間だと、はい、再来年。来年はちょっと厳しいんじゃないですか、さすがに。さるさん、いいこと言いましょうか。はい。例えば、ほんまに再来年だと思って話進めるじゃないですか。はい。斉藤さんについていく人誰もいないですよ。ああ。それは斉藤さんのペースになっちゃうから。そうですね。やっぱね、2ヶ月後っすよね。まあ、3ヶ月。なんかこう考えて今度やりましょうってなって、そこに一生懸命練習すれば、まあギター歴何年ぐらいですか今。まあブランク期間も含めれば20、23年ですかね。俺とあんま変われへんやないですか。20何年の中にはブランクも入ってるんで。そうです、ね、あ、じゃあもう完全に俺の方が先輩ですね。じゃあもう斉藤って呼び捨てにしていくんで。はい。いや、それはできないですけど。いや、2月ぐらいをめどにちょっとライブやりましょうよ。練習してやりましょう。もうそこに目標を持っていかんと絶対ダラダラいくんで。ギターヒーローにもなれないっていう道を選んでしまうんで。全国で言われますもん、あの斉藤ってやつギターヒーローなる気あるんですかみたいな。ああ、確かに。毎回動画見て思う感じですか。なんだこの新曲の良さはと。いやでも俺もライブやるって言ったからちょっとやらなあかんす。言ったけど俺も巻き込まれるわけじゃないですか。そうですね。今も完全に取れ高ゼロっすよ。ゼロです。
俺がライブに出るって言っただけです。言っただけでも、あの全国の皆さんにとっては何の情報にもなってないですからね。40前後のおっさんが決意表明してるだけなんで、出るぞーって言ってるだけ言ってるだけの動画で見てもらえるわけがない